僕が5勝でふわっちが4勝ということで、ふわふわが勝ちということで、何でも命令できる件いいんですか。逆にいやなんかめちゃくちゃ怖いけど、逆にマグ君の何でもお願い件は逆に気になるあーでもめっちゃやばいけど大丈夫めっちゃやばいってやばいよ。いやめっちゃやばいよ。マグ君が言うめっちゃやばいっていうのはやばいよ、相当やばいよ。いややばいよやばいよ本当に。そのいやごめんごめんね、ふわっちのリスナーさん、いやごめんね本当に。怖いよ。いただきました。じゃあはい、じゃあ決めました、はい、あれにします。えこれマジちょっと、いやえでも絶対やってくれるんだよね。まあでもぶっちゃけ俺は本当に NG がない、うん、本当本当に NG ないっす。わりかし何でもものにします。じゃあわかりました、はい、じゃあ僕はふわっちに曲を書くんで歌ってください、はい、えふわっちに曲を書く、まふまふ作曲してる人間なんですけど、ふわっちに曲を書くんで歌ってください。え？え？いやなんかこう罰ゲームですよ。え？罰ゲームですか？罰ゲーム？命令じゃない。罰ゲームって書いてたっけ？罰ゲーム。おかしいですよ。え？え？わかんないじゃん。わかんないじゃん。もしかしたらめっちゃ嫌かもしんないじゃん。僕が曲書くから歌ってください。どうすか？え？本気ですか？それは。え？現実ですか？え曲え知ってますよもちろん。僕廃墟の国のアリスとかめちゃくちゃ好きですよ。廃墟の国のアリスめちゃくちゃ好きですよ。えいやただただあれよ、本気で歌うんだよ。めっちゃ僕も本気で作るから本気で歌ってっていう。僕に曲をくれるってことですか？もちろん。えあ安心して、あとでお金 取ったりしないから。いやお金払わせてくださいいやいやいやお金え、お金払います？ドッキリじゃないですか？ドッキリでいいじゃないですマジですか？やばいっすね。すどうすか？え、俺でいいですか？なんか、え、なんでそんな俺になんか、え、してくれるんですか？ちょっと涙出そうっす。え、どんだけ、どんだけ不安になったのこと好きなんですか、マン君？どういうこと？めちゃくちゃ好きじゃないですか、俺のこと本当にむしろ、ありがとう、今日来てくれて。いや、ちょっと本気で頑張ります。本気で楽しみにしてますやばいっすね。俺でいいのか、本当に。めちゃくちゃ好きじゃん、俺のこと。どう、僕が考えてた罰ゲームと違ったえ、どんなのと、ちなみに。また次僕のチャンネルで、うん、ちょっと別の方も呼んで、うん、家でマフ君入れて、うん、ちょっとやりたい配信があって、一緒にもう一回配信してくださいっていうのを言おうとしてたんですけど、それはそれでいいな。待って、それはやりたい。それは普通にやりたい。それはやりたい。やろうよ、それはやろう。それはアリスか、逆に。アリス、アリス、アリス。じゃあそれもやってください。ぜひお願いします。じゃあまた遊んでください。じゃあこれ放送を閉じて曲の打ち合わせや。はいちょ、前そんなにすぐ、うん、早速そんなどんな曲にするか決めよう。ちょっともう本当にすいません、皆さんありがとうございます。はい、放送来てくれた皆さんありがとうございました。もうなんか言葉が出ないっす。ちょっとよくわかんないっす僕もう